はい、この攻撃がハリー・ソダーリンの一番の、ね、良さだと思います。早い、ワイドに今度は217キロ、重い、うん、ジョナダン最後はナイスサーブ、センター。第2ゲーム、ですからこういういいサーブを打って、そして周りターンもねこう沈んではきてるんですけれども、これも決まった。今日2本目のエースということになります。コードボールになりまして、ストロークを出せないっていうのはあるんでしょうかね。はい、あると思いますよ。やはりこうしっかり構えられるとソダーリングのボールはこうボールを、多少こうブレはあるんですけど、非常にトスが前に上がってますもんね。そしてこのポイントなんですが、はい、ナダルはスライスを使います。これをねスライス、豪快にストロークを振っていきます。ソダーリングの持ち味、やはりこう強打でポイント取ったんですけれども、ナダルもソダーリングからですね何回もやはりこうそのショット、見てこの試合が終わってからのことだって言って、まず自分の今の目の前にある試合のことを、スピードだけではないというこのナダルのサーブです。その後のこの攻めが非常にこうサーブ、これもナダルのウィナー、もう本当にこうナダルが強くボールを叩いてるっていう印象を受けたんですけども、はい、外から中に来るためにはですね、ボールをねしっかりと、まあ、なこううまく攻撃してるんですよ。この後のボールだって厳しいボールを打つんですけれども、今なんかね少しでも、沈めた、
かでもね本当にこうなんていうんですか、フランセスが決める。ソダーリングは自分のプレーが悪いというよりはやはりこうナダルが非常にいいボールを返してきてますんで、ここはね1ポイントずつやはりこう、ナイスコース、常に攻撃をしっかりとソダーリングはやってるんですけれども、オンケンス、ケンスカウント、決めましたソダーリングです。今ナダルが2本ねいいサーブを打たれて、それよりももう一歩後ろに下がってリターンしたんですけれどもね、まあ、何気ないこう1ポイントが選手をこう生き返らせる、頑張らラリーになって、そしてこのショットも良かったですし、そしてこの次のショット、やはりこう深くてコースがいいですよね。第10ゲーム、ナダルが取って、まずこの男子のシングルスファイナル、第1セットはナダルが取りました。このセットはソダーリングが初めてそうボレーを、ね、しっかりといい形で決め、まあ、こういうのが、ね、次のこのセット入っていますね、こうそういう気持ちになると思います、自分だって悪いプレーはしてませんから、そしてこんな、ね、難しいショット、ですね、まあ、エラーさせられているという、まあ、ことが言えると思いますよ、うん、これだけナダルがボールを返してきてますから、このまずダウンザラインが深かったしボールが低い、そして次ここでもファーストサーブです。ソダーリングと1回戦で戦ったルクデールが言っていました。まるでなんかこう砲弾を叩きつけられている感じだという。それぐらい、はい、ソダーリングがいいプレーしたんですよね。完璧ですよね。もうねロブを上げてスマッシュ、そしてそれを返す、そしてまたね。ネットに出ていくその
パワーですか、うん、これはねナダルの本当にこう素晴らしさ、この2ポイントは両者第2セット1オールです。このコードボールはソダーリングがファーストセットでもこう入りましたけれども、やはりこれボールにやっぱり重、うん、叩きつける、そうじゃないですかね、対角に落とした。やはりこうしっかりコースをついて、そして自分のフォアバックの形に持っていきたいと思いますよね。この立ち上がりのこのセットの3ゲームはどのように見ていますか。非常にソダーリングがあのナダルのこのね、ま、少し2階席が騒然としています。あ、今日の2階席は多くのね、またこれナダルファンのスペイン国旗なんかも多く見られるところなんですが、考えられますよね。今その周りのお客さんがもうみんな立ち上がって心配そうにその光景を見つめています。まだ試合が中断しています。最後です。速さ本当にこうすごいこうエンジンがね、こうナダルにはついてるみたいな今の帰ってきた。フォアサイド、はい、ただねこの読むっていうのも、ラブサーティこれも決まる。はい、結果的にウィナーになっていく。ソダーリング悪くない悪くないんです。際どいサイドアウト。ここに観客の皆さんがこうします。今のアプローチショットがちょっと短かったんですけれども、コースを いいところに落ちたがナダルが変われるだけではなくてね、これをローボレーさせてますローボレーさせてるから時間が稼ぎますよね。エースが4本逆をついた。これもうまい攻め。まあ、これだっていいサーブを打ってるか。それにしてみればもう少し深いボールっていう気はしたと思いますけれども、やはりそここもナダルが ランニングショット。クロスショットがこれがアウト。第2セットもナダルが取っています。
15-0。好的。カウント入っています。ジェナダ。逆クロスアウトです。パスが来た。37勝わずか1敗です。そのいっぱい返した。ポイントを失いましたけれども、ナダルのこの動きっていうのは坂本さん、いやこういう風な感じで取れる時っていうのは自分が、粘るナダル、はい、勇気を出して今ソダーリングもネット出てきました。でもこういう風なプレーをしないと、いいサーブですね今の、逆クロスに決める、はい、そしてバボス、見せてくれてます。もう早めにこうウィーナーを決めてしまう。本当にね。決まりました。ゲームです。走り。これも相手コート、まあ、一度ナダルは返してます。エースが来ました。ソダリング届かない。第5ゲーム、サーブを待ちナダル、抜かれました。はい、まあ、このボールがやや甘かったために次のナダルが準備できたと思う。ソダリン、ワイドに逃げるサーブです。これは技ありのサーブ。ソダリン、これが効いてますよね。ですからあとはもう油断しないでっていう、そういう感じですけれども、スターリングの足を完全に止めました。はい、これがいいとこ来ました ね。そうですよね。やはりこうリターンがいいとこ行けば自分のプレーにこうなっていく、はい、まあ、それがカウントアウト、またいい、
これはよく決めた。苦しいところですが、今のはでもいいボールでしたね、十分に、ナダルを、ファーストセットからこういうリターンは打ててると思うんですよ、はい、逆をつく、これもうまいナダル。イラリです。これがきっかけとなるか、これだけいい角、出ました、うまくストッププレー、いいキープです。決まりました。赤土に包まれましたナダル、身を委ねました。今ナダルが自分の大好きな赤土に抱かれ